どうも皆さんこんにちはこんばんはナッツです本日はボーダーランズ3の動画になるんですけども今日は少し前に追加された比較的新しい武器になるんですけどもレジェンダリーピストルマルチタップという武器の使用感や性能入手方法などを簡単にご紹介させていただきますまあ武器の見た目もそうなんですけども性能も少し独特なものになっております それでは、まずは属性なんですけども、こちらの武器は無属性のみの武器になっております。こちらの武器はアトラス社の武器になるんですけども、トラッカーグレネードを使用することができる武器になっております。トラッカーグレネードになりますので、一定の範囲内にいる敵をまとめてタグ付けすることができるんですが、えー、最大5人を15秒間タグ付けすることが可能になっているようです。 アトラスの武器になりますのでタグ付けした相手に対して弾が自動で追尾していきます。そしてこちらの武器のちょっと変わったところなんですけども、この武器をリロードするとタグが付いている相手に対してなんですけどもクリオロケットが飛んでいきます。まあ、ちょっとボス戦のわかりやすい映像をご用意しましたのでそちらを見ていきましょう。 えこちらの映像になるんですけどもこちらの映像の方を見ながら簡単に使用感などをご紹介させていただきますトラッカーグレネードを打ち込んだ範囲内に複数の敵がいるとかなり使い勝手がいいかと思いますですので基本的にはかなり敵が密集するようなエリアで使用していくと結構使いやすい武器だと思いますそしてタグがついた敵に対してのリロード時のクリオロケットなんですけども こちらに関しましては結構扱いが難しい印象ですね。まずしっかりとタグ付けが必要になるという部分と、リロードを行う前にタグ付けした敵を倒しきってしまうと、このクリオロケットというのは意味をなさないものになりますので、効率よく扱うのが難しい武器と言いますか独特ですね。そして実際に使ってみた感じなんですけども、こちらクリオロケットに関しましては、 そこまででで大きななダメージを与えられるものではないようですどちらかというと密集しているところにトラッカーグレネードを打ち込んでそしてクリオロケットを打ち込んで一気に凍らせるといったような大ダメージを与えていくというよりもまとめて複数の敵を凍らせるというような使い方になるのかもしれません。 クリオロケット自体はそこまで大きなダメージを与えることができないというようなお話をさせていただいたかと思うんですけどもこちらの武器自体は結構一発一発の火力が高めになっておりますので超高火力武器というわけではないんですけども結構火力は高いと思いますアトラス社の武器って結構操作が忙しいイメージはあるんですけども タグ付けをすると一定時間は弾丸が敵を自動で追尾しますのでかなり使いやすいですよねこちらの武器は敵が密集していれば密集しているほど力を発揮するような武器だと思いますので活躍する場面というのは限られてしまうかと思うんですけども使っていてかなり面白い武器だと思いますそれではこちらの武器の入手方法をご紹介させていただきます メイヘム6以上の片側ボールの固有ドロップになっております出現場所に関しましては後ほどマップを見ながらご紹介させていただきますはいそれではこちらマルチタップという武器の細かい性能の方を簡単にご紹介させていただきますまずその前にこちらが見た目になっております結構独特と言いますか特徴的な見た目ですよね それでは自分の所有しているメイヘム6でドロップしたものの細かい性能をご紹介させていただきますダメージ4430精度73%操作性58%リロード時間2.9秒などとなっておりますそして武器の発射速度プラス21%リロード速度プラス15% そしてトラッカーグレネードで一定範囲をタグ付けすると15秒間投射物が最高で5人のタグの付いた敵を追尾します。リロード時にはクリオロケットがタグ付きの敵に発射されるといった効果もついております、えー。こちらの武器はメイヘム6以上の片側ボールからドロップするものになるんですけども、その出現場所をご紹介させていただきます。 場所はプロメティアスカイウェル27といった場所になるんですけどもだいたいこの辺りに出現します、えー、こちらの武器はものすごく強いというわけではないと思うんですけどもかなり面白い性能をした武器だと思いますのでぜひ入手してみてはいかがでしょうかということで本日の動画いかがでしたでしょうかもしよろしければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします 概要欄にツイッターもありますので、よかったらフォローの方もよろしくお願いいたします。それではまた。バイバイ。